本当にウェディングドレスを着られ。12月といえばやっぱりパーティーシーズンだよね。パーティー、確かに12月は堕天使の宿敵たる神が降臨せし忌まわしき月、故に我らは神々に対抗すべく供物を捧げ宴を開いて。この時期でパーティーといったらクリスマスパーティーで決まりずら、むしろ神様を祝う方ずら。うん、分かってるわよ。それでパーティーシーズンだからどうだって言うの？うん、せっかくだしルビーたちもパーティーを開いたりできないかなって。それは明暗だね。マルもみんなと楽しく盛り上がりながら美味しいごちそうをお腹いっぱい食べたいずら。パーティーだからって別にごちそうありきじゃないでしょ。例えば。あらみんな、何を話してたの？あ、リコちゃん、もうすぐクリスマスだからパーティーをしたいねって。そっか、もうすぐクリスマスだもんね。ルビーちゃんの家ではクリスマスをお祝いしたりしないの？もちろん、お姉ちゃんたちと毎年やってたけど、今年はアクアのみんなと賑やかにパーティーを開いたりするのも楽しいかなってね。いいわね。でもアクアのみんなと開くパーティーってどんなものになるのかしら。そうだね、私とチカちゃん、カナンちゃんとのパーティーだったらケーキを食べたりプレゼントの交換とかをしたりしてたけどね。そういえば小さい頃は3人でもやったよね。ただ3人だとプレゼント交換でも驚きが少ないから今一つ盛り上がらなかったんだよね。で、結局ケーキを食べるだけで終わったりしてさ。うん、いいんじゃないかな。やろうよ、アクアのクリスマスパーティー。あら、なんだか盛り上がってるわね。みんな集まって何の相談だと？あ、マリちゃんのダイヤさん。あのね、みんなでクリスマスパーティーをやろうって話をしてたんだ。あら、素敵ね。もちろんダイヤも賛成よね。ええ、依存はありませんわ。ルビーは以前からクリスマスを皆さんとご一緒したいと言っていましたから。ありがとう姉ちゃん。どういたしまして。それはそうと、カナンさんはここにいらっしゃいますか？カナンちゃん、それならさっき連絡があって今日は家の手伝いでちょっと来れそうにないって言ってたよ。あら、そうでしたか。カナンさんに見てもらいたい書類があったのですが。あ、じゃあ私後で届けに行ってこようか。だったらみんなで行こうよ。クリスマスパーティーの相談もしたいしね。そうだ、カナンちゃんのところに行った後パーティー用品の買い出しに沼津に行かない？今ならクリスマスグッズいっぱい売ってるだろうし。そうね、みんなで行きましょうか。クリスマスパーティー？そうそう、いつものように3人でやるのも楽しいけど、やっぱり大勢の方が盛り上がるでしょ。そうだね、もちろん賛成と言いたいところだけど、ごめん、その時期はお客さんが来る可能性が高いから途中参加になっちゃうかもね。え、こんな寒いのにダイビングをする人っているの？もちろん、ちゃんと防寒をすれば冬でもダイビングは楽しめるよ。むしろ外より海の中の方が暖かいくらいだしね。あと冬の海は夏と比べて視界が澄んでるから綺麗に見えるんだよね。夏にはいない生き物もいるし。それを目当てにして四季ごとにダイビングに来るお客さんもいるくらいだよ。リコちゃんも気が向いたら潜ってみる？用具は貸すからさ。カナンちゃんが言うなら潜ってみようかしら。でも海はちょっと、冬のダイビングは寒いの苦手だから、そのまま冬の海に沈んじゃいそう。甘いわね。クリスマスといえば心を沈め清らかにした上で迎える厳粛で特別な一日、故に冷たく澄んだ水の中で迎える宴こそまさに堕天使ヨハネの儀式にふさわしいけど、私も冬のダイビングはパスしようかしら。ヨシコちゃん、言ってることが
最初と最後で正反対ずら。だからよしこ言うな。そこまで身構える必要はないよ。最近だと冬でも暖かくダイビングを楽しめるグッズも揃ってるしね。まあダイビングはともかくとして、クリスマスパーティーはイブに開催で、カノンは途中から参加ということでいいかしら。ごめんね。それにしてもわざわざ書類届けるだけでなんで全員勢ぞろいなの。いや、私としてはみんなの顔が見られて嬉しいけどさ。これから商店街にパーティーの買い出しに行くことになっているんです。さすがに荷物が多くなって人手が必要になりそうですから。それと近々制作を予定している PV のネタ探しも兼ねてね。この前から話し合ってるんだけど、なかなかこれだっていうアイディアが浮かばないのよ。そっか、ごめんね、いろいろ任せきりにしちゃって。平気平気、カナンちゃんもお手伝い頑張ってね。うん、ありがとう。それじゃあ気をつけていってらっしゃい。行ってきます。ストーリーを選んでくれるかしら。ヤーグ類は問題なしっと。あとは店を閉めて、それから。カナンちゃん、カナンちゃん、カナンちゃん！大変大変大変！聞いて聞いて聞いて！な、何？どうしたのみんな？全員キスを変えて何かあったの？ということは、今年のクリスマスパーティー用のプレゼントはなしということかしら。ちょっと待てい。いえ、ひょっとしたら今回のクリスマスの分だけでなく、来年の幸運までもここにつぎ込んでしまったという可能性も。さらに待てい。冗談よ。冗談ですわ。けど、もしかしてみんなその商品を見せるためにわざわざここまで戻ってきたの？うん、だってカナンちゃんとの感動を共有したかったからね。そっか、ありがとう。もしよかったらそのカメラを見せてもらってもいい？うん、いいよ。はい。せっかくだし次の PV はこのカメラで撮影したらどうかな。性能もすごくいいものみたいだし。ようちゃんがオッケーならだけど。もちろん。あ、でもみんなで買い物して一緒にもらった福引券で当たったのに、このカメラは私のものでもいいの？当然でしょ。引き当てたのはようちゃんだから遠慮しないで。それにみんな一回ずつ平等に引いたんだからね。そうよね。残念賞も駄菓子も美味しかったし、結構お得だったわ。え、よしこちゃんもう食べたの？食いしん坊ずら。ずら丸だってあっという間に平らげたじゃないの。これはすごいね。あら、どうかしましたか、カナンさん。このカメラ最新型の防水式ビデオカメラだよ。少し前にダイビングのお客さんが持ち込んで海の中で撮影をしてたやつと同じタイプだ。確か水深20メートルくらいまで行けるそうだからね。結構深く潜っても綺麗に撮影できると思うよ。そうなんだ。よかったね、ようちゃん。ようちゃん？ダイビング、クリスマス、PV。そうだ、それだよ。何が？思いついたんだ。あのね、いつか本当にウェディングドレスを着られたらいいな。
つまり今回の PV はダイビングをテーマにするってこと？そうそう、うちの地元といえばやっぱり海だし、確かに時期的にクリスマス要素は入れたいけど、それは他のスクールアイドルも同じだし、せっかくだからアクアと一緒に宇宙らの海をアピールしようよ。ここでしか撮れない地元ならではの映像をね。面白い発想だとは思うけど、ごめんね、私にはどうやってダイビングにクリスマスの要素を入れるのかちょっと思いつかないわ。例えば全員サンタの格好で潜るとか。ダイビング慣れしているカナンさんや泳ぎの得意なヨウさんならともかく、私たちではさすがに無理がありますわ。それもそっか。それにただサンタが潜るだけの映像なんてあまり面白い PV にならないよね。面白いかな。ね、ダイビングするサンタクロースが面白いつら。そうじゃなくて、実はうちのダイビングショップ、この時期限定で海底にクリスマスツリーを設置してるんだ。海の中にクリスマスツリー？何それ、すごい。結構しっかり作り込んでるから、ダイビングのお客さんたちにも好評なんだよ。それなら映像的にもいい感じになるんじゃないかな。あ、それなら確か少し前に海岸で見た気がするよ。円錐状のツリーに飾り付けをしてるやつだよね。そっか、あれ海底用だったんだ。私のは LED 式の照明もつけてみたから結構見応えがあるよ。暗い海の中でもキラキラ光ってすごく綺麗なんだ。つまり海の中のクリスマスツリーと一緒に PV 撮影。よしこちゃん、覚悟を決めるズラ。マルはリコからその勇姿を見守ってるズラ。あんたも一緒に入りなさいよ。何一人で高みの見物決め込もうとしてるの。っていうか本当に海の中に入るの？え、それ決定？大丈夫かな、面白いご提案ですが、安全性はちゃんと考慮されているんでしょうか？大丈夫だよ、カナンちゃんもいるし、もし何かあっても私が抱えて陸に上がるから。私もサポートするよ。二人ほどうまくないけど、私も泳ぐの大好きだし。うん、私も賛成よ。海の中のクリスマスなんて素敵だと思うね。きっと私たちアクアにしか作れないシャイニーな PV になるわ。私も冬の海見てみたいかな。以前に潜った時の海の景色もとっても綺麗だったしね。それじゃあ明日練習して、明後日のイブ前日に撮影ってことでどう？その日の予約は今のところ一組だけだから、ダメ元で一回だけね。わかりましたわ。では覚悟を決めましょう。水中 PV 制作開始ですわ。とんでもない展開になったずら。そういえば私ちょっと今朝から熱っぽいことを思い出したわ。というわけでとても残念だけど明日は欠席。一人だけ抜け駆けはずるいずらよ、よしこちゃん。ずらまる、怖い怖い。その顔でにじり寄らないで。私が悪かった、ごめんなさい。こりゃちょっと何かいい手を考えた方が良さそうだね。ストーリーを選んでくれるかしら。カナンちゃん、PV の構成なんだけど、これでどうかな？いいと思うよ。ちゃんと見せたいポイントも書いてあるし。これ、ヨウが作ったの？と言っても、みんなからちょっとずつ意見をもらって、それをまとめただけだけどね。まとめるっていうのも一つの才能だよ。それじゃあ、これから船に乗って冬のダイビング講習と行きたいところなんだけど。寒いじゃん。帰
りの寒さにジャージを脱ぎたくないようで、そこまで身構えなくても大丈夫と言っているのですけど。だって寒いのよ。何この気温、一桁ありえないでしょ。大丈夫だって、みんなちゃんと冬用のスーツを着てるし、脱いでもそんなに寒くないよ。ほら、私なんてこんなに元気なんだから。カナンちゃんは慣れてるから参考にならないずら。そんなに心配しなくても平気よ。私も冬の海は初めてだけど、思ったほど寒くはないわね。ほら、勇気を出してファイト。無理、陸だから平気なだけで、海に入ったら死ぬって。寒中水泳なんて今時流行らないから。せめて温泉くらいのあったかさが欲しいずら。むしろ今すぐ温泉に入りたい。まさかルビーたちがこれほど寒さに弱いとは。ただ寒いのに弱いというより、冬の海という未知の場所に対して怯えているのかもしれないわね。あ、じゃあさ、このビデオカメラ見て。実はさ、さっきカナンちゃんに頼んで一足早く潜ってきたんだ。今再生するね。画質調整してるってオチじゃないわよね。いくらカメラが高性能でも、実際の景色が綺麗じゃないとこんな景色は撮れないずらね。綺麗でしょ。だからさ、実際の景色を見に行ってみようよ。潜るって言ってもほんの数分だけなら投資はしないでしょ。あったかい飲み物準備して待ってるからね。ホットチョコ、マシルコ、ポテトポタージュ。あ、それが飲みたいなら全部用意しておく。で、あれ3人は？もう船に乗り込んだみたい。あー、景色より食い気が勝ったか。ストーリーを選んでくれるかしら。小さい頃は賢い、可愛い。帰り。ほら、約束のホットドリンク、あったまるよ。いただきます。おいしい。体の中からポカポカとあったまって、まさに天国ずら。ずら丸は大げさよ。でもこの甘くて香ばしい匂いが体の中にまで染み込んで、堕天使の魂が震え騒ぐ感じだわ。海から上がった時の飲み物ってなんでこんなに美味しいんだろう。それはそうと、海の中はどうだった？うん、みんなの言う通りそこまで冷たくなかったよ。むしろあったかかったくらい。それにとっても綺麗だった。クリスマスツリーも悪くないわね。来年は堕天使ヨハネの祭壇をあの岬の下あたりに作ろうかしら。まったく厳禁なものですわね。あれだけ潜るのを渋っていたというのに。でもこれで私たちらしい PV が撮れそうね。うん、だけどそれよりもルミーちゃんたちが冬の海をきれいって言って喜んでくれたことが何よりも嬉しいかな。当たり前じゃない。だってカナンちゃんが大好きな海なんだからね。そうだね、ありがとう。よねえねえ、せっかくだからみんなで衣装も作ろうよ。ダイビングスーツの上から着れるクリスマスをイメージしたやつ。お、それはいいね。いいでしょ、やってみせましょう。ということで1年生全員集合。クリスマスモチーフにした衣装を考えるよ。あ、あのね、ルビーちょっと考えてきたの。もしよかったら聞いてくれる？もちろん。それでどんな
よかった。どうやらうまくいきそうね。どんな PV ができるのかな。すっごく楽しみだよ。そうだね。どうしたの、カナンちゃん。スマホに何か連絡でもあったの？いや、うちのダイビングショップに問い合わせのメールが入ったんだけど、団体で明日に予約したい？ずいぶん急だな。どうするの、カナンちゃん。明日は PV 撮影だけど断るの？ううん、時間にはまだ余裕があるから受けるつもりだよ。でもこのシーズンの予約ってあんまり直前で入ることがなかったから珍しいなって。それに団体さんはここよりも大きなダイバースポットに行くことの方が多いんだ。海底ツリーを飾ってあるところは他にもあるからね。何かあったのかな。いいじゃない、接客万来、商売繁盛ってやつでしょ。あんまり難しく考える必要はないって。そうだね。とりあえず明日撮影する分以外のところは今日中に撮っておきたいし、そろそろ引き上げよっか。純白のドレス、なんて素敵なのかしら。女の子なら絶対憧れちゃうわよね。いい天気だね。絶好の PV 撮影日。衣装も無事に完成したし楽しみだな。水中撮影以外の部分は昨日で全部撮り終わったから、あとは残りを撮影して編集するだけだね。明日のクリスマスまでには動画を投稿できそうね。で、どうしたんですか、ダイヤさん。そんなに難しい顔をして。いえ、カナンさんに今から行くとメッセージを送ったのですが返信がなくて。どうしたのかしら。気づいてないだけじゃない。今から直接カナンのお店に行くんだから大丈夫よ。そうですわね。って、何この人流れ。お店の外まで人が溢れちゃってる。あ、仕方よ。それにみんなもいいところに。ごめん、ちょっとお茶出し手伝ってくれるかな。実はこの近くにも人気のダイバースポットになってたところがあるんだけど、そこの海底ツリーが潮の流れで流されちゃったそうなんだ。それで代わりにこっちで潜りたいっていうお客さんがいっぱい来ててさ、資料の説明とか予約の受付とかでとても手が回らなくて、もうすぐ午前中予約のお客さんが来ちゃうのに全然用具の準備ができてないんだよ。だからごめん、ちょっと手を貸してくれるかな。これじゃあ PV 撮影は無理みたいだね。すごく忙しそうだし。本当にごめんね。私もまさか今日になってこんなことになるとは思ってなかったから。ねえカナンちゃん、ダイビングの用具って私たちのとお客さんの人数分くらいはある？これから来るのは自前の用具も持ってる常連さんだからね。でもあまり遅くなったら海温が下がりすぎるから撮影は難しいと思う。じゃあさ、今日はお客さんたちと一緒に海の中を撮影しようよ。アクア単体の撮影は明日の仕事が終わった後に撮ればいいし。え？午前中予約の団体さんって常連さんなんでしょ。だったらその人たちとご一緒させてもらうってのはどう？もちろん接客込みでね。それはお客さんとの相談次第だと思うけど、いいの？もちろん。それにまずは今ここに集まってるお客さんたちを何とかしないとね。一人だと厳しいけど、みんなで応対すればなんとかなるよ。そうですわね。お茶出しだけでなく、ご希望を伺って書類に書き込んでもらうのを見て回るだけでしたら、私たちだけでもできますわ。あと観光案内もね。宿泊施設とかの情報だったら私に任せて。マロは美味しいお食事どころを教えてあげることができるずら。ね、コースの説明とかダイビングの詳しい説明とかはできないけど、待ち時間を退屈させないことぐらいはできると思うんだ。その間にカナンちゃんはダイビングの準備ができるってことだね。そういうこと。どう、
カなんて呼ばれていたわ。ごめんね、うちの家の都合で昨日も今日もみんなを付き合わせて、そのせいでパーティーの開始時間まで遅くなっちゃったし。そんなに落ち込まないで。今日は予約のお客さんだけだったから予定通り撮影も進められたんだし。ほーら、あーん、ちょっとマリー、だから気にすることなんてないよ。そもそもカナンちゃんがいなかったらこの PV 撮影の話は最初から出てこなかったんだしね。それはそうかもしれないけど。はい、ビデオカメラテレビに繋いだわよ。それじゃ再生っと。お、映ってる映ってる。やっぱり最新式の映像は一味違うよね。綺麗すぎ。本当だね。あ、ルミーたちだ。この映像だけを見るとお客さんたちがサンタ姿の私たちに導かれてクリスマスツリーのところにたどり着いたように見えますわね。 PV というよりむしろお客さんたちをおもてなしする映像みたいになっちゃったけど。これはこれで素敵だよね。そうね、みんなとってもシャイニーな笑顔だわ。え、みんなゴーグルをしているから顔はあまり見えないような。でも楽しそうでしょ。これで笑顔じゃないわけないわ。それにしてもダイビングのお客さんがこの動画をネットに上げる許可をくださって本当に良かったですわ。それだけが懸念事項でしたからね。そうだね、昨日来てくれたお客さんも全員喜んでくれたし、年明けからしばらくは満員御礼だよ。みんなのおかげだね。ありがとう。でもイベントを企画するのって楽しかったな。もしまた機会があったらやってもいい？もちろん。今度は何をテーマにする？そうだね、来月はお正月だけどなんか PV って感じにはならなさそうだし、やっぱり2月のバレンタインかな。あら、それはいいわね。実は私バレンタイン向けにとってもシャイニーな料理を考えているのよ。マリさん、あの海の家でのシャイニーのことをおっしゃっているのでしたら、ブーッブーッですわよ。どうして？みんな喜んでくれたじゃない。となるとこの打点塩羽根の出番というわけね。楽しみにしてなさい。あの時に生み出した打点師の涙を超える作品を今こそ。バレンタインは甘いお菓子の祭典ずら。辛い食べ物は送った相手にむしろ嫌われるだけずらよ。辛くなければいいんでしょ。見てなさい、ずら丸たちをきっとギャフンと言わせてやるんだから。今時ギャフンなんて言葉は使わないよね。大丈夫よ、よしこちゃんはほらちょっとみんなと感性がずれてるのが魅力だから。こら、リトルデーモンリリー、それはフォローになってないわよ。あ、そうだ、みんな肝心なこと言うの忘れてるよ。そうだったね。それじゃあメリークリスマス。音の木坂学院では私が生徒会長、のぞみが副会長をしているの。